皆様こんにちは。今回ご紹介するのはアメリカ CG テックコンセプトの G4 モーターピニオンギアになります。電動ガンのモーターに使用するピニオンギアで、このように真っ黒いピニオンギアです。素材はクロムモリブデン鋼の削り出しで、表面に新炭焼き入れを施してあります。こちら鉄鋼ヤスリですけれども、このように滑るぐらい硬いピニオンギアになってます。それではピニオンギアの取り付け方法をご紹介します。まず必ず必要になるのがこちら、ピニオンリムーバー専用のジグですね。イーグル模型などから販売されていますので、こちらを必ず使用してください。まずモーターについていた純正のピニオンギアはこちらで外しておきます。そしてこちら G4 ピニオンギアですね、このようにはめ込みまして、専用のジグをセットして、そして必ずモータータワーを装着して、ジグに装着した後に、このように回してはめ込んでいきます。このピニオンギアを使用する時の注意点なのですが、海外のハイパワースプリングなどを引くことも考慮しておりますので、モーターの軸に対して圧入がすごい硬くなっています。で、この状態で無理に締め込んでしまうと、このモーターの軸ですね、こちら曲がってしまう可能性がありますので、ちょっと締め込んでみて、異様にこうギギギッというようなきつい感触があったら、一旦そこではめ込むのをやめてください。そのまま無理にはめ込むとちょっと壊れてしまう可能性あります。で、その際はまずは一旦ピニオンギアを外します。で、こちらのピニオンギアがものすごく硬くてはめられないという場合には、装着する方法が2通りあります。まず第一の方法は、このようにモーター単体で電動ガンに接続しまして、グリップの中には収めないで、ここに端子を接続して、ちょっとこのようにファストン端子と電源のコネクタですね、このようなジグを作ってもいいので、このようにセットしてバッテリーをつないで軸を回した状態で、軽くスッとピニオンの入るところをダイヤモンドヤスリでスッと舐めてあげるぐらいで大丈夫です。そして軸の径を少し、ほんの少しだけ落として、このピニオンが圧入を刺さるように調整する方法がまず一つ。そしてもう一つ、こちらはメーカー推奨の方法なのですが、こちらのピニオンギアをだいたい100度前後ぐらいまでヒートガンで加熱して、この材料の熱膨張を利用して焼きばめする方法です。こちらがメーカーの推奨になります。ではちょっとやってみたいと思います。まず、そのまま手で掴んでますと、確実に火傷してしまいますので、このようにペンチなどで掴んでおきます。そして使うのはヒートガンですね。そして非接触式の温度計ですね、このように温度を測定して、だいたい今で90度、94度ぐらいまでなってますので、もうちょっと温めて
こんな感じですね。そして、素早くセットしまして、で、この時に本当に火傷に注意してください。あ、外れてしまいましたね。熱いうちにグッと圧入していくような感じになります。そうすると比較的簡単に このようにピニオンギア装着することができます。そしてこちらのピニオンギアなのですが、この2つ目の焼き場目方式を取った場合、1回装着してしまうともう強固に結合されて、次にこう引き離すのが困難になってしまいます。で、ヘタをしますと、このピニオンリムーバーで取った場合、このピニオンリムーバーを破損させてしまったり、この軸が力に耐えきれずこう歪んでしまって、モーターがすごいこうゴーッと変な音を出して回るようになってしまいます。ですので、焼き場目方法でこのピニオンギア装着するときは、もうモーターや電動ガンのセッティングがしっかり決まってしまった状態、あるいはこのモーターをもう二度とこのピニオンギアと交換しないというふうに割り切って、こちら焼き場目で装着する必要があります。で、それほど強い負荷を回す、まず日本の場合ですとそれほど強い負荷を回すことはないのですが、ちょっとピニオンを着脱したいとか、あとはモディファイドモーターで中身ちょっと掃除したいとかっていう場合は、この焼き場目方式ではなく、ちょっとクリアランス調整してあげて、こう圧入、軽い圧入ですね、それで入るようにしてあげた方がいいと思います。こちらのピニオンギアですが、形状がいいので、丸いの純正のベベルギアおよび同じシジテックのピニオン、ベベルギアとはすごい相性がいいです。ですごい高度も高いので摩耗に強く、表面も若干ザラザラしているようなこう仕上げになっていますので、クリスの定着性に優れる、とってもいいピニオンギアです。